い、こんにちは。テニスピークの林です。本日はですね、サーブの時の肘の高さ、これ一つやってみたいと思います。よくパワーポジションとかゼロポジションって言うんですが、肩のラインの延長に肘があるというのが一番体が使いやすい、肘の位置だと、私は考えています。これはですね、肘が上がってしまうと、この肘から先の手先でこう、スイングしたくなってしまって、体の大きなところがですね、手動で動きにくくなってしまうということが考えられます。そしてですね、肘が下がってしまうとですね、肘が下がってしまうと押し出し系の、まあ、ちょっと砲丸投げっぽいこう押し出し系のスイングにこうなってしまうというふうに思っておりますので、特にまあ薄いグリップの方ですね、厚いグリップの方はもともと少し押し出し系のサーブなので、あの別に全然悪くはないんですが、押し出し系のサーブなので肘は多少下がっても OK です。ただ薄いグリップの方はそのメリットを生かすために肘が下がってしまって押し出し系になってしまうとうまくいきませんので、なるべくですね、肘の高さを肩のラインにセットしてで打ってあげるといいと思います。あとですね、肘がどうしても下げたくないんだけど下がってしまうという方もいらっしゃいます。でここはですね、いろんな改善方法があるんですが、一つよくおすすめしているのが、テイクバックした時に腕を少しねじってあげると、腕を少しねじってあげる、腕を少しこうねじって構えると、ねじらないで構えると落ちやすくなります。これで落ちない方はいいんですが、どうしても落ちてしまうという方は少し腕をねじって内側にこうねじってあげてください。ねじって構えると、そうすると肘は意外と落ちにくくなりますので。そしてですね、野球の場合は今のこの形のまま前にこう投げる、この形のまま前にこう投げるというのはいいんですが、テニスはですね、野球と違ってまっすぐ投げればいいというわけではないです。上に少し打たないといかんということで、このままの形で打つとネットします。なのでこの肩のラインに角度をこうつけなきゃいけないと。で角度がついた結果肘が少し下がると。ただこのラインのこっちにはあんまりいかないと。ラインをキープしながら、ラインをキープしながら肘から左肩までを一本の棒にしていただいて、でこの棒をこう下げてあげると、肩のラインが傾くから肘もそのまま下がると。別に肘だけがこう下がってるわけじゃなくて、肩のラインが下がるから肘がそのまま下がりますと、まあいうイメージですね。ということを一つチェックしましょう。そしてもう一つのポイントは肘のまた位置なんですが、この高さではなくてこの横の動きですね。ここのポイントなんですが、テイクバックした時に大事なのは、テイクバックした時に右の肩甲骨が少し引けてると。右の肩甲骨が背骨に近い形になっていて、そして左の肩甲骨が背骨から離れると。でスイングと同時に左の肩甲骨が背骨に寄ってきて、右の肩甲骨が背骨から離れていくという動きをすることが必要です。そう考えるとですね、テイクバックした時にあんまりにも右手が前にあると、体の前に向こうに打ちたい時にあんまりにもこう前にあると右の肩甲骨引けませんので、右の肩甲骨を少しこうグッと引いてください。そうすると肘が少し体の延長もしくは少し後ろ側に入るかなというふうに思います。肘を少し引いて、この時に肩甲骨が少し背骨に寄ってるっていうことを確認していただいて、ラケット自体は前ですね、ラケット自体は前、これが逆にならないようですね。ラケットが後ろ、肘が前という形でテイクバックしないように、右の肩甲骨が大きく動かないという形になりますので、良くないかなというふうに思います。本日はですね、この肘の位置です。肘の位置、肘の位置は肩のラインと同じで、テニスの場合はこれをこのラインごと傾けるという必要があります。このラインごと傾ける、その時に肘だけこう下げないと、体のラインが下がるから肘が下がっているように見えると、肩のラインが下がるから肘が下がっているように見えるということが一つポイントです。そして肘が落ちないためには少しここをねじってあげると、このままテイクバックするんじゃなくて少しねじってテイクバックすると意外と肘が落ちないということが一つポイントです。そしてもう一つのポイントは肘の位置ですね。肘の位置、これをチェックするときは、構えたときは右の肩甲骨が少し引けてないといけないと。でそうなると肘を少し引きましょうと。肘引いて、ただラケットは体の前です。肘引いてラケットは体の前、
そしてそこから肘が上がっていくからヘッドダウンという形です。これが逆にならないようですね。肘が前、そしてラケットの頭が後ろと、こういう形にならないように、こういう形にならないように気をつけてください。本日はサーブの肘の位置、まあいくつかちょっとあったんですが、ちょっとうまくいっていない方ですね、この辺どれかチェックしていただいてもいいかなというふうに思います。本日は以上です。ありがとうございます。